ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。画面を共有させていただきますので少々お待ちください。これから2022年2023年度新卒採用に向けての会社説明会を始めさせていただきます。ではまず自己紹介をさせていただきます。新卒入社2年目の門川葉月と申します。現在統括本部にて人事労務の仕事をしております。出身は都城農業高校ライフデザイン科です。今日はよろしくお願いいたします。まずはじめに当社のプロモーションビデオをご覧ください。次にこちらが本日の流れになります。まずスズキについて、それからスズキ販売会社グループについての説明、続いて当社の紹介、営業職、事務職、整備職の仕事、採用情報、質疑応答という流れになります。ではまずスズキについてご紹介いたします。スズキは1909年に創業し、今年で100周年を迎えます。価値ある製品を、スズキはこの言葉をものづくりの根底に置き、時代の足音に耳を傾け、人の心に寄り添いながら、真の価値ある製品づくりに、技術と真心を持って挑んでいます。また、創業者スズキ道夫氏の、できるだけ多くの人々の暮らしを支えたいという強い思いから、価値ある製品を次々に生み出し、お客様へ提供しています。続いて、国内生産拠点についてですが、スズキは静岡県に本社と5カ所の生産工場を持っています。こちらが本社と生産工場の写真です。スズキは日本国内だけでなく、インド、ハンガリー、インドネシアなど、海外18の国と地域にある26社で生産を行い、210の国と地域で愛用されています。こちらはスズキの車ができるまでの流れになります。車両1台が完成するまでに約430人が関わっており、約1分に1台のペースで生産出荷されています。こちらが代表的な販売車種になります。皆様ご存知の車種がありますでしょうか。こちらはメーカー別新車販売台数のグラフです。
2020年は新型コロナの影響もあったにもかかわらず、スズキは売れ行きを伸ばし、新車販売台数国内第2位を獲得しました。また、軽自動車新車販売台数上位10車種に、スペーシア、ハスラー、ワゴン R の3車種がランクインしています。続いて、スズキ販売会社グループについてご紹介いたします。今までご紹介いたしました新車を生産するスズキと、当社のような販売会社はグループ会社ですが別の企業になります。ここでは、スズキ販売会社グループについても少しだけ触れさせていただきます。スズキ販売会社は47都道府県約1万8000人のスタッフが暮らしに合った車のご提案や毎日を安全に過ごすためのメンテナンスや車検の手配、いざという時の修理や車の買い取りなど長期にわたってお客様のカーライフをサポートしています。次に当社の紹介です。社名が株式会社スズキアリーナ大隅。創業が1963年で今年で58年になります。社員数が役員を含め24名、主な事業内容は自動車の販売、リース、整備、損害保険代理店、ロードサービスなどでございます。こちらは社員の男女別年齢構成のグラフです。当社は近年女性活躍推進の観点から女性の採用を積極的に行い、女性社員が増えてきました。同時に若い社員も多くなってきています。勤務地は赤いマークの総市大隅町ですが、社員の多くは霧島市、鹿屋市、志布志市、都城市など、様々な地域から通勤していますので、この範囲内が通勤圏内だと思われます。青いマークは2022年にオープン予定の新店舗建設予定地です。こちらは販売部門の売上推移のグラフです。2015年より従業員数の増加とともに業績も順調に伸びています。2020年度は、スズキ小型普通自動車販売台数が県で20年連続第1位、また、全九州で第2位、そして、スズキ軽自動車新車販売台数が、県で3年連続第1位を獲得しました。当社は、経営理念である、車を通じて地域社会に貢献するのもとに、すべてのお客様から、ここで買ってよかったと思ってもらえるお店であり、社員からは、ここに勤めてよかったと思ってもらえる会社を目指しています。努力、行動した分が自分のスキルや報酬に還元されるシステムを構築し、社員のモチベーションアップに成功しています。当社では、お客様から信頼いただけるスタッフを育成するために、メーカーと一体になって社員教育に取り組んでいます。職務や経験に応じた様々な研修を行っているほか、各社員ごとの必要スキルについて教育訓練計画を策定し、職務の枠を超えて学ぶ機会を与えています。これらの研修へ積極的に参加することでスキルアップにつながります。こちらは今年度の新入社員研修の様子です。入社後2ヶ月はビジネスマナーや自動車の基礎技術を学ぶ新入社員研修があり、必要な知識を習得できます。接客応対や電話応対もこの研修でみっちり学んでから配属されるので大丈夫です。次にそれぞれの職種の仕事内容をご紹介いたします。まず、メーカーであるスズキが製造した新車をお客様へ販売し、販売後のアフターサービスを通じてお客様と一生涯のお付き合いをするのが当社の役割です。当社では地域に密着した販売活動を行う販売部門に加え、サービス部門が確かな技術力でお客様のカーライフをサポートし、また業務部門がそれぞれをバックアップすることで価値ある製品をお客様へ提供し、安心で安全なアフターサービスを提供できる体制を整えています。それではまず営業スタッフの仕事内容をご紹介いたします。
営業スタッフはショールームでの商談やお客様への来店促進活動、販売させていただいたお車の点検や整備、保険の案内などのアフターフォロー、イベントの企画など幅広い業務を行います。お客様のお車選びのお手伝いから購入後の末永いお付き合いまで、いろいろな経験を通してやりがいを感じる仕事です。次に、整備スタッフの仕事内容をご紹介いたします。整備スタッフは、整備に関する技術と知識を備え、お客様に安心安全なカーライフを過ごしていただけるよう、車両整備や故障診断などを行います。点検整備はもちろんのこと、サービス商品の提案や、メンテナンスに関するアドバイスなど、お客様に満足いただけるアフターサービスを提供いたします。お客様の大切なお車を長く丈夫に保ち、安全を守る仕事です。最後に、事務スタッフの仕事内容をご紹介いたします。事務スタッフは、ご来店くださるお客様のお出迎え、快適にお過ごしいただくためのお飲み物のサービスを行うほか、受付、システムへの情報入力、電話応対などを行います。また、季節に合わせた飾り付けを行ったり、商品の特徴をわかりやすく伝えるポップの作成なども行います。先輩社員の皆さんは、2代目、3代目と購入していただけたとき、信頼されているんだなと実感できる。できる仕事がだんだん増えてきて、お客様にありがとう、またよろしくねと感謝の言葉をいただける。高度な整備技術が身につくとともに、お客様からありがとうと声をかけてもらえるなど、いろいろな仕事のやりがいを感じています。当社は早くから働き方改革に取り組んでいるほか、結婚、出産、子育て、介護など、人生のライフステージの変化に対応した有給休暇を設定するなど、生き生きと輝いて長く働いてもらえる働きやすい職場環境の整備を追求しています。様々な取り組みが認められ、国や県からご覧のような認定を受けています。ここで2月14日放送された鹿児島県の情報番組、ふるさと鹿児島にて女性の活躍推進に取り組む当社が紹介されましたので、ご覧ください。今回のふるさと鹿児島は、男女が生き生きと活躍する企業の取り組みを紹介します。鹿児島県では、男女が共に働きやすい鹿児島を目指して、鹿児島県女性活躍推進計画に基づき、女性が能力を発揮して生き生きと活躍できる環境づくりや、男女が共に働きやすい環境づくりに取り組んでいます。職場の意識改革や環境改善などに取り組む企業などに、アドバイザーや専門家の派遣も行っています。続いて訪ねたのは、総市大隅町の鈴木アリーナ大隅。業務の効率化や休暇制度の充実など、働き方改革に積極的に取り組んでいます。以前、採用にものすごく苦労いたしまして、やはり職場環境を良くしていかないと人材の確保っていうのはできないんだということが分かってきたものですから、年間休日を20日増やしたり、有給休暇の取得率を 100% にするなど、働く環境を改善しました。現在、6人の女性社員が在籍している鈴木アリーナ大隅。その個性と能力を生かした様々な取り組みを始めています。その一つが女子会。女性社員だけでイベントの企画や業務改善について意見を出し合っています。バレンタインの飾りってなかったっけ、ハートみたいな、事務所をバレンタイン飾り付け、自分たちの意見とかを言う機会があるのでいいと思います。研修がたくさんあって、知識がこの1年でたくさんつきました。
働きやすい環境の中でのびのびと業務に向き合うことができ、職場に活気があふれ業績もアップ、男性の育児休暇取得率も 100% を達成しました。ちょうど2年前ぐらいに1人目の息子が生まれまして、急だったので、その時でも皆さんのフォローとか、あって、安心してその 育休ですね、取ることができました。これからも毎月開いている働き方改革推進会議を通して、さらなる業務改善に取り組む鈴木アリーナ大隅。今からもしっかり勉強して、生き生きと輝いて長く働いていただける、そういう職場をですね、職場環境の整備っていうのを本当追求し続けていきたいなと考えております。最後に採用情報についてご説明いたします。募集職種は営業職、整備職、事務職になります。募集対象から勤務時間までご覧の通りになっています。年間休日は105日、新入社員に対しては入社時5日間の特別有給休暇を付与しています。昇給賞与残業時間についてはご覧の通りになっています。有給休暇の前年度平均取得実績は12日、平均取得率 88% です。育休実績につきましては男性社員の取得率5年連続 100% を達成しております。看護休暇や時短勤務についても男性社員の取得実績がございます。続いて福利厚生について、近年新設した青文字の制度のみご紹介いたします。まず有給休暇は1時間単位でも取得できます。子どもの急な発熱や予防接種、検診に役立つ子の看護休暇や介護休暇、学校行事にも使える育児目的休暇は全て有給休暇としております。その他勤務間インターバル制度や月に2回の納残業例などがございます。以上が当社の会社説明になります。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは、質問の方に移らせていただければと思います。チャットの方で、質問等お取り寄せ、お待ちしておりますので、ご質問ありましたらチャットの方にお願いいたします。それではちょっと私の方から一つお聞きしたいんですけれども、非常に働き方改革とかですね、取り組まれてて、非常に若い方も多いような印象を受けたんですけれども、職場の年齢層といいますか、ですとか、職場の雰囲気がどういったような形なのか、ちょっと教えていただければなと思います。はい、若い方から年上の年配の方までいらっしゃるんですけど、休み時間に世間話をしたりなど、すごい盛り上がっていて、明るくてアットホームな雰囲気だと私は感じています。ありがとうございます。はい、またキャリアアップのところでいろいろと取り組む、キャリアのところですね、いろいろと研修組まれたりとかされているかとは思うんですけれども、はい、部署を希望したらこう移動できるとかですね、なんかちょっとこういったものに挑戦したいっていうようなお話があったときは、なんかそういった、キャリアの柔軟な対応といいますか、そういったものってされてるんですか。はい、人材育成方針に沿った教育訓練計画が毎期作成されて実施されているので、キャリアアップにつながります。経営幹部を目指す方には、各部署で様々な経験を積んでもらうとともに、経営に関する教育を受け、後に立ち上げる新事業経営コンサルティング事業の推進を得て、経営幹部への成長をしていただきます。以上です。定期的な、定期的にそういうヒアリングとかですね、そういったものがあったりするっていう。はい。はい、なるほど。ご参加されている方、チャットの方に、
質問いただければと思いますけれども、いかがでしょうか。ちょっとじゃあ私もう一個お聞きしたいんですけれども、今後 の先ほど、採用の情報が出てたかと思うんですけれども、直近で何て言うんですかね、採用の面接会とかですね、そういったイベント等がありましたらお知らせいただければと思うんですけれども。はい、会社の見学とか説明会はお申し込みをいただければ随時開催しておりますので、もし当社のことが少しでも気になった方は申し込みをしていただければと思います。お申し込み自体は、ホームページからでよろしいですかね。鈴木アリーナ大泉様の、ホームページの方から、お問い合わせのような形か、採用情報のところから、はい、当社の鈴木アリーナ大泉の採用ホームページがあるんですけど、はい、そこから申し込みをしていただければと思います。分かりました。ご参加されている方、そちらの方からお申し込みいただければと思います。今ちょうど質問が入ったんですけれども、採用に関しては新卒のみで、既卒の方、中途採用とかですね、そういったところは対象外ということでよろしいでしょうかという質問が来ております。はい、質問ありがとうございます。新卒のみではなくて、中途採用や既卒者の方も募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、他になかったでしょうか。ですね、よろしかですか。あと2分程度なんですけれども、今後のお問い合わせに関しても、ちょっと残り2分となっておりますので、ちょっと聞き忘れたとかですね、これを聞いておきたいっていうようなお問い合わせがあった際は、もう直接お問い合わせという形でよろしかったですかね。はい、はい、分かりました。でしたら最後になんかちょっと話し足りないことといいますか、ちょっとこういったところが魅力ですよというか、PR することがあればお伝えいただければと思います。はい、先ほど質問でもあったように、当社はインスタグラムに今力を入れていて、採用に関することもそうなんですけど、インスタグラムを見ていただければ当社のことについてすごい詳しく知れたり、雰囲気とかも分かるんじゃないかなと思うので、ぜひ見てみてください。あ、すみません、失礼します。ありがとうございました。ちなみにインスタグラムは、社員さんがいろいろと女性の方とかが挙げられたりしてる。はい、ああ、はい、ぜひ見られてみてください。私もちょっと見ていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で、お申し込み等ですね、随時受け付けられているということで、ホームページからお申し込みいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではちょっとお時間も目前となりましたので、こちらで一旦締めさせていただければと思います。株式会社鈴木アリーナ大泉様、ありがとうございました。ありがとうございました。